にちは、ナノハです。今回の動画ではねじりパキラを植え替えていこうと思います。おしゃれに大変身するのでぜひ最後まで見てね。まずは土や底石などの準備をしていくよ。土などがこぼれないように鉢底ネットを敷いていくよ。こんな感じ。鉢底ネットがないときは排水ネットを代用しても OK。 次に水やりしたときにしっかり水がはけるように軽石を入れていく。今回2対2縦に長い鉢のときはほとんど土だとかなり水はけが悪くなるので、鉢の半分いかないぐらいまで軽石を入れましょう。リフレッシュできて健康運が
大幅にアップしますよ。さらに風水では置き場所と同じくらい置く方角も重要なんです。皆さんにもいっぱい運気をアップしてほしいので紹介していきます。北、金運アップ。北西、出世運アップ。西、恋愛運アップ。南、悪運を断つ。南西、家庭運アップ。置き場所や方角をチェックしてもっと運気を上げていきましょう。さらにここで枯らさないための育て方を伝授していきます。4つの注意点はこちら。パキラは耐陰性もあるので日陰でも問題なく育てることができます。ですがずっとそのままだと葉っぱに針がなくなって見た目が悪くなってくるので日光浴をさせるのが大切です。日光浴をさせることで栄養も行き渡り健康な株になります。パキラは乾湿のメリハリがとっても大切。湿ってる状態が続くと呼吸ができず栄養を取り込むことができなくなります。また湿った状態が続くと根っこが腐り枯れてしまう原因にもなってしまいます。育てる上では乾いている湿っているのメリハリをつけてあげましょう。葉水でもホコリを取ることができます。また植物は葉っぱからも水分を吸収するので葉っぱのツヤをキープするためにも葉水はとっても大切です。葉っぱがたくさん生えてきたら見た目やバランスが悪くなるので伸びてきたなと思ったら剪定をしてあげることで見た目も良くなります。また株が大きくなってきたら根詰まりして枯れる原因にもなるのでワンサイズ大きい鉢に植え替えてあげることが大切です。いろいろ説明をしていると植え替えが終わっちゃいました。あら、とてもかっこよくおしゃれになりましたね。そして今動画では何をしているかというと悪くなった葉っぱを剪定してあげています。葉っぱが黄色くなったりしてしまうと元に戻らないので剪定してあげましょう。たくさん新芽が出てきてるの皆さんわかりますか？めちゃくちゃ可愛いですよね。最後は当店のシールを貼ってあげて完成。パキラもかっこよく植え替えてもらって嬉しそうですね。私たちも洋服でおしゃれに着飾るように植物たちも鉢で着飾ってあげることで見た目や雰囲気もガラッと変わるのでぜひ皆さんもいろんな鉢を試してみてください。植え替えって難しいしって思っている方も大丈夫。この動画や他にも植え替え方の動画を載せているのでチェックしながらぜひチャレンジしてみて。さてさて、このパキラくんこれからお祝い越しに旅立つので多くと着飾っていきますよ。パキラは